本日第3回目の天獣マット始まりました。どうも皆様こんにちは、私たまちゃんでございます。この番組はですね、もう間もなくホールからですね、なくなってしまう機種をですね、天獣台と勝手に命名しまして、今までの感謝の気持ちを込めて、打ち散らかすというものになっております。ただ打ち散らかすだけじゃなくって、ミッション7つございます。こちらのミッションを7回の間に全てクリアを目指すという内容になっているんですけれども、クリアできたらご褒美、クリアできなかったら罰ゲームということでですね、ミッションの方がですね、プレミアム演出を出せ、確定薬を引け、中段チェリーを引け、フリーズを引け、一撃3000枚を達成しろ、最強特化ゾーンに入れろ、超やじきたボーナスを引けの7つなんですけれども、現在私ミッション2つクリアしております。今日もですね、1個は確実にクリアしていこうと思っております。そしてですね、罰ゲームご褒美の方はですね、 YouTube のコメントの方にですね、なんかいい案ありましたら、まあどちらでもいいので書き込んでくれたらなと思っております。それでは早速ですね、天獣台をね、1秒でも長く全うしたいので実戦の方に行ってまいります。私がですね、天獣台と決めたのはこちら、モンスターハンター月下雷鳴でございます。なくなってしまうんです。悲しい、悲しさをですね、全力で今回は出玉としてぶつけたいと思います。前日553までハマった台ですね、一番のへこみ台にしてみました。まあ、リセットをかかっていれば設定差はあるものの、まあ 25% から 30% ぐらいは天国、通常より天井も低くなるので、まあ朝一は基本は当たるまで打とうかなと。まああとはね、やっぱ討伐できるかできないかが大きな鍵になってくるので、そこはもうちょっとね、レア役の引きを自分を信じるしかない。一応今100ゲームなんですけど、全長がなかったなちょっと不安だな、前日の足したら、650いくつか。結局、まあ、設定、まあ、特に6はね、ちょっと別格、全くはまらない、もうほぼほぼ300以内で当たる。だけど結局討伐できなかったら意味がないんで、それこそ1でも万枚、まあよく聞くね。まああえて言うなら、今みたくリプレインしている時に、まあ高設定の方が、陣容がモードに突入しやすい。一応10連すれば、リプレイ10連すれば陣容がモードなんですけど、設定があれば別に7連ぐらいからでも陣容がモードに期待できると。で、私、トントン拍子でアイルビングまで行きました。今日初のチャンスゾーンです。行きます。リプレイとレア役、わお、行きました。まず1枚目子役、でこの時点でリーチですね。終了です。
モンスターハンター月下あるある、はい、こっからやたらとリプレイを引くほらマジでこれはあるある。え、先に押しますね。まあチャンスだとは思うんですけど、あ、チャンスなのか。これは激アツジェニーじゃないですか。ミッション達成。びっくりした。はい、ということでですね、9362分の1の10段チェリーを行きました。まあ、まさかね、もみじ柄がいきなり出たから、まあ、結構レア役しさの演出なんですけど、もみじプッシュってなんやって思った不意だったんでよかったです。ただですね、こちら、まあ、大事になってくるのが恩恵なんですけど、ボーナスオア緊急クエストジェンモーランがなんと1対1。まあボーナス確定ってなれば、まあもちろん通常通りのボーナスなんですけど、緊急クエストのジェンモーランの方に行きますと討伐できなければ無です。どっちがいいかね。でもジェンモーランかな、映像的にも個人的にも。クエスト行く？ミッションか。ミッションってことはジェンモーランじゃないので、あ、あ、ねえ見て、プレミアムなんですけどエンタライオン出ました。トントン拍子にミッションの方クリアしていってます。でジェンモーランでしょ。くー、あ、ボーナス、あー、そっち引きましたか。あ、でもそっか、エンタライオン出てるからね。というわけで、投資の方が9000円、249ゲーム、激アツチェリーからのボーナスです。一応ですね、ちょっとね、モンスターハンター月下プロと言われてしまう時もあった。今でも言ってくれている人はいるちょっとそれを今日見せましょう。はい、ということで、259ゲーム、レギュラーバードロイ、ヒゲネブラボーナスです。一応レギュラーボーナスドロイの中で唯一の30ゲーム。ちょっとね、ボーナス中はちょっと私すごく真剣になってしまうので、そこだけは許してください。V 破壊ないか、やばい。手投げゲームになってからが本番なのに。うわー、攻撃してくれ。うわー、討伐できず109枚終了。
まあ、一番最悪なパターンですね。惜しかったんだけどな。でも、まあ、まだ始まったばっかり。まあ投資とかもう収支というよりがもう狙ってるところが一撃3年前なので、まあ、どんなに使ってでもちょっとそこはクリアしていきたい。まあ、ただその場合ミッションをですねかなり達成することになるんで、まあ、今後のね心の余裕にもつながる。これをボーナス中に引きたかった。これを地道に使っていく。まあ当てちゃえばいいんですよ。奥抜けか。一応隣に朝一台がまだあって、これをちょっと回すのか、まあ、このまま、まあ、もう230まで打っちゃってるから打つかみたいな、まあ、どちらにしろミッションは来るんで今はやめれない。でミッションがダメだったとしても、まあ、レア役をちょこちょこ引いてたので内部的には上位モードにいる可能性もあるから結果やめれない。まあ信じましょう。いい展開が待ってるっていうのを。初当たり早いに越したことはないんですけど、まあでも極論言っちゃえば1日3000万目指してる女が早めの初当たりをね目指してるんだとしたらそれは間違い。まあいいの、アイルビンゴがコンスタントにやっぱ上がってはいますからね、悪くないんですよ。よいしょ。このねアイルビンゴももはや私は呪いだと思ってます。いきなりリプレイが引けなくなるっていうのが、まあ、ただ、10ゲーム間リプレイが引けなかった場合もしくは、リーチにならなかった場合は最終ゲームにさえリプレイを引ければ継続です。まあ、何ゲーム継続かは振り分けなんですが、だからこれでいったらリーチにならないとか6とか8とかだったらいい。まあ大体こんな感じ。いいの、9当てればいいだけだから。まあ、もうどうせ決まってるものなんですけどね、それでも目押しはしたくなる。あと1回やれば絶対できましたよ。そうなんだよな、足りなかったんだよな。ちょっとですね先日ですねカジノに行きまして、ちょ韓国の方へ、その時に結構下ろしていったんですけどね、なくなってますね完全に。もう普通だったらあるはずなのにないです。まあ負けたか勝ったかはさせていただければなと。ただねそのままウォンの方でね買い物をした可能性もあるんでね、ほんとご想像にお任せしますけど、とりあえず私こちらの1000円でなくなります。ご褒美カジノとかに連れて行ってもらいたい。2019年で言えば5月に1回で9月に行って、ちょっとね11月12月あたりにももう一回行きたいなと思ってて、なんかまあやっぱね行くとねまたすぐ行きたくなるんですよ。これが数ヶ月経つと冷静になれるんですけど今気持ちが冷静じゃない。行きたいな、楽しいんですよね。海外に行くと現実逃避感がやっぱすごいです。もうなんか言葉も通じないし知ってる人も少ない中でみんなのこと知らないから余計開放感があるんでしょうね。もう何も考えない、もう言葉とかも通じなくていいやって思いながら私は日本語を永遠貫くタイプです。お金下ろしてきます。
すぐ行ってきます。それでは3枚目です。心に余裕ができた。で、ここのクエストを失敗してしまうと本当にちょっと辛いかな。天井が見える。あ、でも一応2回目去りまして、20ゲームは超えると。超えてから何ゲームかちょっと数えていこうかな。クイーン。強水か。強水かのせいで冷静さがなくなって、これ23ゲーム目かな。あら、ダメだよ。あった、早いわ、ちょっと早いわ。もみじげだ。よし、復活。 OK、 459ゲーム。まだ全然あの上の可能性はありますよ。まずは、仲間のハンターたちを4人揃えたい。おい、早いわ。あ、よかったよかった。これで赤7以上が確定しました。それでもう早いわ。フルボッカボーナスですね。V 破壊も絡めたかったけど、討伐できるだけでいい。おい、うわー、1ミリです。一撃でいいんです。よっしゃい、来ました、討伐達成ということで、2連目に行ってまいります。ここ大事。一応レア役ではないんですけど、オーラがついてるので赤7以上をストックします。はい、ティガレックスボーナスいける。50ゲームのモンスターの中では比較的討伐しやすいと私は思ってます。V 破壊来たよ。残り34ゲーム。討伐できた場合2分の1の剥ぎ取りチャンスもついてきます。よし、討伐ですね。で、残り23ゲーム、20ゲーム以上残しての目的達成なので、まあ先ほど言ったように温泉ステージあるかもしれないです。で、一応剥ぎ取りチャンス、あとは V 破壊の方の2分の1の剥ぎ取りチャンスもあります。温泉、まあ、ベルでもストックする可能性はある。お願いだ、来てくれ、できればレア役。手塚、とりあえずこの後に控えた2分の1をしっかり剥ぎ取れればいいでしょう。いきます。よっしゃい、とりあえず1個、2分の1。でこれは 100% なので
まあ、ボーナス2つですね。まあレギュラーバー揃いの可能性もある。キムタツのクルクペッコボーナス。惜しい。止め勝ちで1万。まあ一応もう1個ストックあるんですけど、一応最初に、おお、300ゲーム以内のボーナス、まあほぼほぼ結構天国なんですけどね。まあでも終わらせないですから、いきます。またちょっとレギュラーバー揃いだったんですけど、ボロボロスボーナス。まあ一応でもレア役引いたんで、トーチェリー、いい感じ。あ、おならが欲しいな。ジンヨガボーナス、ジンヨガに会いたい。40ゲームのモンスターアグナコトルボーナスです。よし、先行玉。まうわ、ここで V 破壊。7ゲーム目ね。おお、いいね。いや、ほんとここまで来たからには逃がしません。めまいはなくなったんですけど、まだ毒はちょっとずつ削ってくれてます。来ました。で、箱の方にメダルを打ちさせていただきます。現在608枚。このチャンスを逃すわけにはいかない。レア役、うわー、これがなきゃな。ボーナスです。かなり頑張ったですが、4と761枚。もうですね、分かってる限りのストックはないし、多分ストックはないです。早めだったら枚数そのまま続きます。さらにですね、ボナ終了後1件目でのレア役も大当たりの子なんですが、残念。ミッションの方、ボーナスだったマジか、16ゲームボーナス確定です。よし、つながってるこんなに早いとは思わなかった731枚。冷静に考えたら一撃3000枚ってなかなかですね。いける気がする。レオレースボーナス。
よし、最高の展開。とりあえずこのまま1000枚は狙います。4人目。あれ、いないだったら攻撃してくれよ。何のために攻撃力アップしたんだよ。よし、まだ続いてるね。ほんともう少し。うわー、攻撃力アップが終わりまして、ハテナゲームです。せっかく V 破壊してるのにね。マジかよ、悔しい。975枚。ブレイク1ゲーム目でミッションって、え、それはあるでしょうね。チャンスアップありだし、アイルビンゴかな。え、ボーナスってこともある？さっき見たくありますよね。ね、ありがとうございます。なんかちょっとギリギリのラインで生きてますね。なんと今いい感じの上り調子、うなぎ上りの展開でございまして、前半はミッションの方が2つ達成できました。中段チェリー、そして、プレミアムエンタライオンさんが見れまして、このまま行くと一撃3000枚のミッションも達成できるんじゃないかなと思っております。ちょっと調子乗りすぎ感はあるんですけど、まあ、本当にモンスターハンター月下プロと言われたことあるんですよ。っていうか、結構言われるんですよ。それをね、ちょっと後半見せられるようにこのチャンスで頑張りたいと思います。それではまた後半もぜひ見てください。動画も過去の動画もタチガブのアプリでご覧になれます。アプリのダウンロード、 YouTube チャンネルの登録、そして Twitter のフォローをぜひよろしくお願いいたします。